気密よし、酸素もよし、前と同じようにやれば平気。一つ簡単なルールを守るだけ。エラ、そのルールって何？凛に従う。ボスは常に正しい。その通り、私に従う。採掘は他の仕事と同じ、安全確実にやって、一日の終わりにはポケットいっぱいのクレジット。そう、宇宙港での仕事と同じさ。ただ崩落やらレーザーやら切断事故やらがもっと多いってだけ。役立つ説明ありがとね。きっと大丈夫さ。最初の仕事はバッチリだった。それに正直そんなに難しくない。このために彼を雇った。やる気出るでしょ。それに俺は300メートル離れたヘリウムを見つけられるからね。確かに残念ながらここにはないけどね。でもここの交渉だけでも私たちのヘリウムは賄える。これが終わればきっと友人星系の端までジャンプできるだけの燃料が手に入る。鉱物が多いほど金になる。その繰り返しだ。でもバルーン家の領域に無許可でジャンプするのだけはもうごめんだ。泣き言ばっかり。まだマシな人生よ。とはいえほとんどのやつはここまでやれない。あんたの今後が楽しみね。ハグはシフトが終わってからにするか。そんなこと言ってると採掘現場に置いてくからね。はいはい、そうですか。さて、状況の確認。時間はどう？もう少しサンプルを取るか。だね。でもあんたはダメ。イザベルを見といて。派手に爆破させないように今日生き埋めにされるのはごめんよ。了解。分かってるね。呼吸を安定させて、それから下ではヘルメットは外さない。ここは酸素プロセッサの範囲外だから。呼吸に適した環境での採掘は神が禁じてるからな。自由公正同盟の領域で仕事をするメリットはね、規制が少ないこと。 UC だとこうはいかないよ。はっ、手続きばっかりでさ。ったく、こいつと来たら。カルバート、ダメダメだって。それはレーザー、ハンマーじゃないんだから。丁寧に。ベニング、休憩のたびに給料が出てたらあんた今頃億万長者だね。はいはい、わかったよ。どんなもんよ。ここじゃ掘った分だけお金になるんだ。例外はなし。さあ働いて。トロイ、収穫は？大したことないですね。反応はありますがわずかです。どうする、このまま進む？いいえ、燃料に見合いません。わかった、ここはもうやめよう。さっき見てた大きな鉱脈へ移動して。了解です。さあ出番だ。カッターで掘り進めて。金属鉱床はあっちにある。必要になったら呼ぶから。忙しいんだ。邪魔したいなら他のやつにしてくれ。一緒に来て。状況は？ああ、それが問題？重力数値の急上昇を気にするなら問題だね。気にしない。気にしない？
追ってる者は異常な数値を出す。少なくともそう聞いてる。なるほど、怖くなってきたな。大丈夫、いつも通りの仕事だよ。行こう。近づいてると思うけど、でもこれはリン、まずい。状況があまりにもおかしすぎる。ヘラ、場所はどこ？その先だ。よし、あんたの出番だ。妙なことになったら助けに行く。妙なことになったらだって？黙ってくれる？二人とも仕事して、クライアントが向かってるんだよ。見るなって。もう役割は果たした。よし、大丈夫、大丈夫だ。うん、落ち着け。失神してたぞ。体は大丈夫だ。精神は様子見だな。自分のことがわかるか？アルゴスエクストラクターズの新人だ。思い出したか？これに見覚えは？まあ、サンプルは回収したし、クライアントはこっちに向かってる。報酬はもらえる。何が起きたか覚えてない？とにかくあんたが気を失ってたのは確か。それ以外のことはきっと脳の変ないたずらだね。どのみち目的のものは手に入れた。こんなもののために苦労？大したもんじゃなさそうだけど。見た目なんていいんだよ。この鉱山の採掘量1ヶ月分より価値がある。これなら噂をすれば。クライアントだ。行くよ。コンステレーションの依頼人が接近中。あの探検家軍団の？あんなの冗談だろ？いや、あんたは若いから知らないだけ。でも連中の評判聞いてるだろ。なんならここの半分は連中の存在すら信じてない。ここの半分は地球の存在も信じてないけど、地球はちゃんとある。コンステレーションも同じ。いや、でも外宇宙の探検だぜ。今時流行らない。基地の宇宙だって十分複雑だってのに。彼らはそう思ってない。いいね、新米。エアロックだよ。ヘルメットして。
久しぶり。そうだな。前に会ったのはビンディか。カザール、地獄だった。ここみたいにね。レアな鉱物の依頼で、あんたの好み少し変わったんじゃない？それで何か見つかったか？ここにある新人が見つけたの。そうだったか。それで作業はどうだった？ビンディの時みたいに無事終わったか？カザールだよ。それから全然無事じゃなかった。この人は採掘後に気を失ったの。起きたら変なことを口走って。そうか。旅はどうだった？楽しいだろう。宇宙の偉大な謎への優しい入門法とは言えないが、まあそんなものさ。ほら、さっさとクレジットを渡して。そしたら二度とこんなものを見なくて済む。それからあんたも。だから君が好きなんだ。仕事一筋なところがね。あれ、ロンティアのスキャナーが軌道から向かってくる船を検知しました。巻いたと思ったんだが。バレット、そうしていたより少ない損害で済んだようです。厳しい状況下で見事にやってくれたな。君がアーティファクトを、つまり見たんだろう、あの原子を。私と一緒にコンステレーションへ来てもらう。もう無関係じゃないからな。素晴らしい。待ってよバレット。ダメ、こんな面倒を起こしといてこのまま出発するつもり？そうか。確かにこれで君たちは全員紅の艦隊に狙われるな。では私が残ろう。代わりに君の採掘者に行ってもらう。いやいや、分かっている、分かっていると。もだがそいつはただの採掘者じゃない。そうだろう。岩に触ったらすぐに何かが起きたんだ。感じなかったとは言わせない。分かった、それでいいよ。さっさと行きな。大きな仕事があるでしょ。早く行きな。出ないと余計なことを言いそうだ。よし、話がついたことだし。バスコ、ロッジまで案内しろ。必要な場合を除いて道草はなし。いいな。プロトコルインディゴだ。インディゴ？またですか。いいでしょう。おっと、そうだ、これを。今後役立つと思う。時間もわかるしね。おや、見事だ。その時計、完璧に似合っているな。それで質問は？おいおい、知りたくないのか？
自分が経験した光と音楽の宴のことを、君だけが影響された理由を気づいていないなら言うが、私たちはずっとあれを何の問題もなく扱っている。見たところコンステレーションはそのアーティファクトと君両方を必要としている。この謎は一歩進むたびに大きくなるし、今や君も謎の一部なんだ。それとバスコ、私の船を壊させるなよ。船長、クラス A の宇宙船の操縦方法はご存知かと思います。バレットならこう言うでしょう。自転車の乗り方を覚えるのと同じくらい簡単だよ。私はシールドの強化を試みます。万が一のことがあるかもしれませんから。シールド準備完了、あとはお任せします。コントロールとシステムのテストをお勧めします。致命的な不具合の危機に瀕していないか確認しておきましょう。私が全プロセスをご案内することもできます。もしくはすでに操縦の経験が終わりでしたら、そのまま各システムを起動して目的地へ行きましょう。
続的に攻撃を受ける確率が高く、作戦の続行が危ぶまれます。彼らがフロンティアへの襲撃をやめることはありません。この中域の紅の艦隊の船長に対処する必要があります。最新の調査によると、近くの衛星クリートには放棄された施設が存在します。海賊の足場として最適な場所です。船長、プロトコルインディゴにより一人で全ての物資。
ました。あなたは自らの生存より私たちの死を優先しているようですね。近くに金庫があるようです。冗談だろ。フロンティアの船長が変わっただと。お前はバレットの仲間か、それともあいつを殺して船を奪ったのか。
ほう、無理だな。お仲間のバレットから聞いてねえのか。その船にはちょっとした伝説があるんだよ。コンステレーションはカーゴベイにお宝を隠してるんだろう。多くの惑星から集めた戦利品だ。そいつをいただく。部分的には正解です。フロンティアは多くの惑星や衛星を訪れました。しかしカーゴベイにあるのは予備の部品、ホコリ、干からびた食べかす、それからアリが数種類、それだけです。バレットがそのロボットにどんな嘘を仕込んだのかなんて関係ねえ。船はいただくぞ。口先で逃げられると思うなよ。どうしても無駄だ。引っかからねえぞ。お前の船には宝がある。そいつをいただく。それはまあ確かにな。おい、嘘だろ。お宝がないだと。コンステレーションのクソ船を追ったのは無駄骨だったのか。さっさと行け。そのロボットを連れて出ていくんだ。今度会ったら命はねえぞ。これで紅の艦隊に邪魔されることなくコンステレーションの本部へ帰還できるでしょう。船長、ロッジへ行くにはアルファケンタウリ星系にある惑星ジェミソンへジャンプしてニューアトランティスという町へ着陸してください。ご心配なく、時期に全て慣れますよ。船長さん、うちのクルーが船を見てやろうか。あと貨物を下ろしたくなったら貿易管理局のキオスクに立ち寄ってくれ。ビューポートがおすすめだ。広場に入ってすぐ左だよ。商売は順調だ。用があるなら店にいるぞ。コロニー連合研究施設への理不尽な攻撃を見過ごすようなことはしません。できる限り早く新しい施設が街に入ると同時に着きます。これはニューアトランティストラス、通称ナット。町全域を移動できる無料の輸送。水を見るのはいいものだとバレットは言っていました。ニューアトランティスは電力の大部分を高度水力発電で賄っています。ここはコロニー連合の都市ですが、
コンステレーションは完全に中立の立場を貫く組織です。これまでもずっと。着きました。ロッジです。バレットから渡された時計を掲げれば正面の扉が開きます。コンステレーションのメンバーへは連絡済みです。船長、みんな図書室にいるでしょう。お客さんが来たようだ。コンステレーションへようこそ。話すことがたくさんあるわね。仲間の身に何があったか説明してくれる？なぜあなたが代わりに来たの？なるほど。バスコ、確認を。全ての発言は事実です。バレットらしい。我々の宇宙船とロボットをチンケな採掘業者の見ず知らずの作業員に明け渡すなんてな。ウォルター、我々が緊急プロトコルの導入を強要しなかったら、今頃この削岩機はネオンに向かって一直線だった。でもそうはならなかった。ここに来た。アーティファクトを持って。待ってよ、ありがとう。それじゃ目の前の問題に集中しましょうか。入手した時の様子はどうだった？誰か何か見たり聞いたりしなかった？つまり何もなくはなかったのね。バレットが前にアーティファクトを見つけた時は気を失ったって言ってたけど。ほら、聞いたか？これで私を信じるか？起きたことは疑ってないさ。だがな、カトリ、おとぎ話を信じろというのは。これが全宇宙最大の謎だとしたら、究極の謎の一部かもしれないだろう。あなたたち、話がそれてるわよ。ノエル、あなたの理論を試す時が来たわ。はい、それではアーティファクトは互いに反応することが分かっています。すでに持っているアーティファクトを近づけると動くのです。さて、その新しいものをこの2つの近くに置くと。アーティファクトをこのテーブルに乗せて。そうだ、他のと同じように。私たちも当初は2つしかないと思っていたんだがな。ああ、すごい、やっぱり反応してる。ほら、まとまろうとしています。間に発生してるエネルギーがすごい。友人政権のどんな人工素材でもこんな反応は出ません。リラックス、深呼吸して。心臓発作を起こすわよ。これだけじゃないってことだ。まとまろうとしてるならセットで存在するはず。友人政権外の知的生命体が作ったものだ。例の賭けは2000クレジットだったな、カトリン。受けるよ、ウォルター。まあ、答えが全部分かってたら楽しみがなくなるでしょ。話を変えて悪いが、新しい友人をどうするつもりだ？それで仕事の準備はいい？この小宇宙を探索して暮らす生活が向いてるかどうか試してみる？個別に見ればただの古い金属の塊よ。宇宙の未踏領域で見つかった奇妙な物体。これが何なのか、何を形作ろうとしてるのか、それはあなたと一緒に解いていく謎ね。時間をかけて慣れるといいわ。みんなに自己紹介しておいて。今は不在のメンバーもいるけど、そのうちみんなに会える。準備できたら声をかけて。そしたら私と一緒に探索しましょう。実践と行くわよ。あと、これアーティファクトを持ってきてくれたお礼よ。クレジットに加えてブースト機能がついたバックパックを用意してあげたんだけど、どうかしら？ん？きっと現場で必要になる。頭には気をつけてね。それで仕事に取り掛かれる？それともまだ聞きたいことがある？昔ながらの調査を始めましょう。アーティファクトは岩盤から取り出せば比較的おとなしくなる。つまりアーティファクトと知られずに人々の間に渡ってるかも。各地の知人に妙な金属の物体を見つけたら教えてもらうようにしてるの。ほとんどの情報は無駄だけど、 UC ヴァンガードからの情報は価値がある。コロニー連合領域の
辺境警備を支援する義勇軍ね。いつも新兵を探してるわ。たくさんの退役軍人や鋭いプロに混じって船のレーザーキャノンが取れかかってるような素人やらいろんなのがいる。採用事務所にも知り合いがいるから志願者について情報が入ってくるの。私も同じように感じた。なんというか、謎を解き明かそうとするときってまるで電気が走るような感じがする。それだけじゃない。この機会にあなたに対処できる力があるかどうかを見たいの。私たちのことも知ってほしいし、今回は私が同行する。アーティファクトを見つけるか、今回の情報が無駄だったと分かるまで一緒に旅しましょう。まずはマストへ向かいましょう。ヴァンガードの採用事務所に知り合いがいるわ。それからあなたの経歴や行動様式は問わない。 UC 警備隊をここに出動させなければね。コンステレーションのメンバーは各自の判断で動く。分かった？私が言いたいのは、コンステレーションのメンバーが必ずしも正しい行動ばかりなわけじゃなかったってこと。私たちはリスクを取る。監獄の中を見たメンバーだっている。しかも何度も加入したら私たちの仕事に取り組んでもらう。その代わりやり方は問わないわ。よし、それじゃあ一緒にニューアトランティスをちょっと見に行きましょう。